浦和橋浦和橋浦和橋は埼玉県埼玉市浦和区時和で東日本旅客鉄道東北本線にかかる埼玉県道65号埼玉佐手線の五線橋である。1931年7月20日開通。橋長24メートル、幅8メートル。それ以前は現在の場所よりやや北側を踏切で平面交差していた。 現在の橋は1967年3月竣工の2代目である。東立橋は、掘割りで通る3つの伏線をオーバーパスしており、起点側の伏線が貨物線、中央の伏線が列車線、高崎線、上野東京ライン、終点側の伏線が電車線である。東湖線橋は、貨物線では、浦和駅、大宮駅間、列車線では、浦和駅、埼玉新都心駅間、 電車線では、浦和駅、北浦和駅間にある。掘割に仮設された橋なので橋と、その前後は、高低差は、小なく、ほぼ平坦である。1993年、近隣に同じく、東北本線を、オーバーパスする新浦和橋が完成したが、有料であったため、迂回する車両で混雑した。2001年に新浦和橋を、埼玉県から、 埼玉市へ移管する話が持ち上がり、2003年に埼玉市へ移情され、無料開放された。橋の東詰めには、埼玉県道65号埼玉沙って線と、グランド通りが交差する、浦和橋交差点がある。ありがとうございます。